と多くの人がこんな世の中を理想としているのではないでしょうか。誰もが差別されず自由に幸福に暮らせる社会。でも実際は少数意見や弱い立場の人々がなおざりにされ、不平等が生じている問題がいくらでもあります。そんな現実に胸を痛めて、格差があってはいけない、誰もが平等に扱われる世の中にしなければと思う優しい人たちが世の中にはたくさんいます。でもちょっと待ってください。そこに一つの落とし穴があります。今日の天使のモーニングコール、題して、幸福になれるチャンスは誰にだってある。ぜひ最後まで聞いてください。貧困、差別、格差、これらをなくさなくてはいけない。格差のない平等な社会こそ目指すべきだ。日頃そう感じている方も多いと思います。その気持ちは優しい、ある意味宗教的な心情と言えるかもしれません。でも実は平等には、結果の平等とチャンスの平等という2種類があり、多くの人が知らず知らずのうちに陥るのが結果の平等こそ良いものだという考えです。つまり、誰もが差のない同じ結果を得られることが良いこととする平等感、これが実は人々を不幸にするとしたらどうでしょうか。幸福の科学、大川隆法総裁は書籍新日本国憲法思案、そして悟りの挑戦下巻の中でこのように説かれています。結果の平等を目指すと、各人の創意工夫や自助努力、起業家精神などを阻害することがあります。やはり個人の何十年間の努力、一生にわたる努力によっていろいろと差はついてくるものであり、結果を平等にするということは無理なのです。結果を平等にしようとすると、不幸な社会になる可能性が高く、かつて貧しさの平等以外に地上に現れたものはありません。結果平等を追求すると、結局は誰も働かなくなるのです。どんなことをしてもみんな一緒に扱い始めると、努力も認められないし、自由性もありません。結果に差がなければ、人間はやる気をなくしていって、そして福祉だけ、みんなの分け前だけを求めるようになっていきます。そうなると全体が落ち込んでいきます。子どもの世界で言えば、学校でかけっこをするとき、足の速い子も遅い子もみんなで手をつないで一列に並んでゴールを切るといったこと、これが結果平等です。違和感ありますよね。足の速い子に遅い子のこともいたわり励ましてあげましょうという優しさを教えてあげる必要はあるかもしれません。でも速い子の個性や頑張りに光を当てず、遅い子に結果だけを合わせてあげることが本当の優しさでしょうか。公平と言えるでしょうか。頑張っても頑張らなくても結果が同じになるなら、努力する意味が見出せなくなり、
頑張る人がいなくなっていきます。そうして社会全体が弱っていき、結局は人を救う側の人がどんどんいなくなる。これは歴史的にも明らかです。では人々を幸福へと向かわせる平等な社会は実現不可能なんでしょうか。いいえ、そうではありません。平等にはチャンスの平等、機会の平等というものがあります。書籍心を癒すストレスフリーの幸福論、日本を夢の国にから学んでみましょう。私の考える平等とは、チャンスの平等、機会の平等です。私は何かにチャレンジするチャンスは万人に開かれるべきであり、そのための可能性をできるだけ多く作らなければいけないと思っています。私は結果が同じになることを最初から求めるよりも、むしろチャレンジする平等を与える社会をこそ望みたいと心から思うものであります。努力し、熱意を持って世の中を豊かにし、人々を幸福にしようと願っている人が道を開いていける、そういう社会を作りたいと思っております。どんな境遇の人にも成功する幸福になるチャンスがあり、その人が頑張った分だけ認められる。これがチャンスの平等です。これは結果平等とは大きく違うものです。結果の平等は頑張ってもそうでなくても同じような結果を享受することを求めます。チャンスの平等はいつでも人々にチャンスが開かれ、絞った知恵と汗の分だけ成功していくことを目指します。これは弱者やマイノリティ、少数者といわれる人たちもいつでもどこからでもチャレンジできる社会でもあります。もちろんそれでも立場が弱い人々には配慮し、支える精神や制度を整えることはとても大事です。でもその人たちが努力しなくていいということではないはずです。与えられた力や個性を生かし、その個性なりの努力を積み重ねることが魂磨きになります。本当の愛や優しさとはそれらを支えるものであって、他の人にも同じ立場になってもらうというものであってはおかしいと言えます。そして救いの手を差し伸べなければならない人たちがいるからこそ、愛の思いから発奮し頑張れる人もまたいるはずです。さあ、皆さんは知らず知らず結果平等の価値観に陥ってはいないでしょうか。人間の努力の価値を認めるチャンスの平等こそ社会全体の幸福につながっていきます。一方、チャンスの平等を求める社会ではどうしても人と人との間に差が生まれます。これを格差といって問題視する向きもありますが、ここにも私たちが陥りがちな先入観があるんです。成功者たちは富を独り占めしているのではないか、その分貧しい人が増えているのではないかという思いです。書籍奇跡の法にはこのようにあります。
俗人の耳に心地よくささやきかける思想の一つに、パイの取り合い型の考え方があります。幸福のパイには一定の大きさがあって、誰かが一切れ取ればその分だけパイは減るという考え方です。受験の合格者定員などを考えるとそのようにも思えますが、この考え方にあまり深く関わってはいけません。パイは何枚でも作れるのだと考える必要があります。新しいパイを焼くこと、あるいは新しいパイを見つけることが大事なのです。幸福のパイは一定の大きさがあるわけではない。パイは何枚でも作れるとありました。格差イコール悪とする考えの中には、富には限りがあり、誰かが豊かになればその分誰かが貧しくなるという発想があります。しかしこれは真実ではありません。なぜなら富の総量は増やしていくことができるからです。そしてそのための創意工夫、努力する力が人間には与えられています。恵まれない境遇にあると社会や誰かのせいにしたくなる気持ちも出てくるもの。ただよくよく考えてみると、それは努力しない言い訳に過ぎなかったということもあります。成功するかどうかはあくまで自分自身にかかっているということです。ではどんなところからでもチャンスをつかみ成功していく、幸福になっていくためにはどうしたらいいんでしょうか。書籍 How About You 不況に打ち勝つ仕事法にはこう説かれています。成功している人を見たら、まずそれを理想像として祝福することが大切です。素直に相手の力を認め、あの人はすごいなと肯定することによって、自分もその理想像に近づいていくことができるのです。人間は自分が理想化し肯定し祝福した相手に必ず近づいていきます。自分が目標として心に描いている人や人生の目標に向かって必ず近づいていくものなのです。結局成功する人が出てきたら発展するわけですから、成功者が出るのは良いことです。成功者が数多く出てくれば全体が発展するのであり、それは自分自身に返ってくることなのです。成功者を理想像とし祝福することとありました。なんだそんなことかと思った人もいるかもしれません。でもこれが成功をつかむための重要なポイントなんです。結果平等にしてもパイの取り合い型の発想にしても、その元にあるのは嫉妬心です。でも成功者を羨み嫉妬したところで問題は解決するでしょうか。成功している人を引きずり下ろすことにしかなりません。それよりも成功者を祝福し、自分もああなりたい、努力して少しでも近づこうと思って前に進んだ方がよっぽど積極的です。
実は成功者を肯定することによって自分自身もぐっと成功に近づいていくという心の法則があるのです。幸福になれるチャンスはいつだって誰にだってあります。なぜなら人生の主人公は他の誰でもないあなた自身なのですから。それではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。だからまあ厳しい時代続いているかもしれませんが、私は申し上げたいのはもう拝みたいというか、まあ、国の政策がたまたま良くて発展するとか、あるいは外国の調子が良くて良くなるとか、まあ、そういう考えはもうなるべくもおやめになった方がいいと思います。まあ、なぜ国民から自分にできることは何か、それからまあ日本の政府だって自分たちでできることは何かってまあ考えないと、もうお任せお任せではもうダメだと思いますね。だからこの心が折れたとかいうようなこんな言い訳なんか認めないで、ちゃんと立ち上がれと、立って頑張りなはれと、もうまだ心なんか発見してないんだと、本当は自分の心なんかまだ発見してないから折れたなんて言うとるんだと、本当の自分の強い心というものを発見したらもっともっと力強い力が出てくるはずだということをやはり知っていただきたいというふうに思いますね。だから皆さんにはまだまだ自分の思っている10倍100倍の力が眠っているんだということを知っていただきたいと思います。今日不可能だと思うことが何年か後には可能になることがあるんです。心の中で描く力があればそれは現実に実現いたします。だから心の中で強く願うことは必ず現実の方が変化してくるんです。それが本当の強い心の在り方なんです。でうちが教えていることもそういうことです。心が強くあればあらゆるものがねじ曲がっていきます。未来が変わるし自分自身も変わります。自分の心の状態が変われば自分の体も変わり周りの人も変わります。自分たちに厳しくさらに強くそして光を発射していくような団体になりたいものだと思います。お聞きいただいた説法は書籍未来の法に収められています。幸福の科学は自助努力の教えを大切にしています。宗教なのに神仏が救ってくれるんじゃないのと思った人もいるかもしれません。でもそこには人間は仏によって作られた仏の子であり磨けば光るダイヤモンドのような存在であるという絶対の信頼があるんです。また努力によって自ら道を開こうとする人には天も必ず応援してくれるという教えもあります。あなたに秘められた無限の可能性がもっともっと開花してゆきますように。